当にいいのかしら。気にしない気にしない。向こうの女湯は掃除中だし、こっちの男湯には誰も入ってないんだから。湯煙がよく見えないけど、確かに私たち二人だけみたいね。そういうこと。違う違う、俺が先に入ってるんだって。と言いつつ、どうして俺こっそり岩陰に隠れてんだ。さあ飛び込むぞ。おー、リサのやつ体に巻いたバスタオルを取ろうとしてる。って、なんで観察してるんだ。待って、リサ。ん？いきなり入るのは体に悪いわ。足から少しずつ疲れなきゃ。そういうの柄じゃないんだけどな。バスタオルを巻いたままご入浴かよ。あ、いやいや、いけないいけない、残念がってちゃいけないんだ。いい気持ち。ほんとね。ローナさんの手が胸元に。ダメだ、見ちゃいけない、見るな、ソイチ。どうなったら、何ゴソゴソやってんの。あのね、胸大きくなっちゃったみたい。またねねねね、ちょっと見せて、ね、ちょっと触らせて。リサったらいつもそうなんだから。いやいやいや、いいじゃないよ、減るもんじゃないんだからさ。だね、ほら、ちょっとめくってくれればいい。リサのやつ、いつもあんなことしてるのか。俺もローナさんの胸を見たい、触りたい。いや違う、やめろリサ、ローナさんに触るな。ん、なんか言った。あれ、変だな、なんか声が聞こえたけど。お猿さんじゃない？この温泉、群れでよく入りに来るんですって。はあ、そっか、言われてみれば知能程度の低そうな声だったわ。なんだと。うわ、うっきー。よーし、せっかくだからお友達になっちゃおうっと。はーい、お猿さん。お猿ー、うききききき、こっちだよ。リーさんだな、いるの。こんなところで泳がないでよ。ローナもやってみたら、楽しいわよ。それ平泳ぎ、クロール。まずい、こっちに来る、見つかっちまう。バタフライ、ここは男湯だ、正義は我にあり。でも覗き見でプラスマイナスゼロだ。どうしよう、どうしよう。あ、そうだ、潜ろう。潜って隠れてごまかそう。そう、レイ。このまま息を止めてじっとしているんだ。なんだなんだ、リサのやつこっちに近づいてくるぞ。おまけにバスタオルが、バスタオルが。リサ、タオルタオル、バスタオルがずり落ちてる。いいのいいの、どうせお猿さんだもん、サービスしちゃうわ。リサのヌード、さすがおい。いや、そんなこと考えてる場合じゃない。来るな、リサ、近づくな。お湯に落ちちゃった、苦しい。出血の果てにぶっ倒れた俺は、いつしかオールヌードを晒していた。こうして俺たちの温泉合宿は終わったのだった。